日本の友達リスナーのみなさん、こんにちは。10月29日にワークショップとストリーミングコンセートを開催できることをとても嬉しいと思います。最初に15分ほど演奏をして、その後に私の新曲についての簡単な分析と、私のアルバムソロギターラの15週年記念リリース、 について少しお話しします。すでに多くの方がご存知かもしれません。きわねの時間をご用意して、一緒にいい時間を過ごせれば嬉しいです。どうぞお祝いのために飲み物を用意してお待ちください。すぐにお会いしましょう。